ったら牧師様と結婚するの。やめた方がいいです。彼は振る舞いこそいいかもしれませんが、それも度が過ぎるもので、堅物ですし、几帳面ですし、潔癖ですし、怒るととても怖いのですよ。何を吹き込んでいるんですか。